エスプラントじゃなくて日本語でいいんですね。これは分かりますか？これね、裸の王様というね、あれですね、漫画ですね。これはね、エスプラントで、書かれてましてね。ラノーバイ、ノーバイ。そこから説明して。タイトルですね。ラ・ノーバイ・ベルシオイ、ベス。あ、ベ、ベスト、パルドーノ。ノーバイ・ベストイ・デ・ラ・インペリ・エス、エス、ん？インペリ・エストロ。インペリ・エストロっていうのは、あれですね、皇帝ですね。王様ですね。で、ノーバイ・ベスト、新しい衣装。王様の新しい衣装という、その直訳ですけど、そのタイトルですね。で、皆さんも裸の王様のお話はご存知と思いますね。なんかこう、なんか家来がこう新しい王様に衣装を着せて、その真似だけするんですけどね。それで王様騙されるんですが、自分は着せてもらったと。それでなんかあれですね、その外で、なんてデモンストレーションじゃないわ。なんか、見せびらかすわけですせね。びらかすわけですね。一番最後のページ見せてください。一番最後のページね。そうすると、どっかの少年が、あ、裸の王様やというのを見破るわけですね。それをみんなね、王様に逆らったら悪いから、どこですか、最後のページは。これはどこです。悪いから、立派な衣装を着て、来ていちょらっっとし見ゃせるて。王様と。どこのページでしょう。どこのページかな。とにかく、その次。その次、これ。これですか。なんか王様もね、着せてもらってると。なんか市民も、王様がね、ちゃんと着飾ってると思うけれども、その次はこれ、次の話。これは次の話ですかね。はい。これで、最後の最後で、がこれが下に、何も着ていない。つまり最後の最後のところで、少年が、王様が裸で歩いていらっしゃるというので、みんなね、目が覚めるわけですね。それまではね、ちゃんと王様がね、衣装をずっとこう重ね着してると思ってて、最後は面白いですね。正直に少年が言ったので、まあ、バレちゃうという、そういうお話ですね。エンネスプラント。エンエスプラント。ミフォルゲシスラデタランラコントンセットイユフリジオラティトーロ。ティトーロエサラノバイベストイデラインペリエストロ。わかりますかしら。新しい衣装、新しい、その王様の、つまり王様、まあ皇帝、まあ王様ですね。王様の新しい衣装というのがタイトルですね。で、このイラストであるように、王様はこの中で自分はいい服を着せてもらって、で、こう歩いてると思うわけですね。そうすると家来たちもみんな、母王様はすごい素敵な衣装を着てると思うわけですね。中エンエスプラントミデバスパロリ中ドラティトーレスタラノーバイベストイデルインテレストロカイターメンサトレインテレスタラコントラレジョあシャータサービーボーナインベラインベスタジョインカイスブーロインポルティスイアインチュネアエロンチュネネベスタジョインセアエロンポルティスカイクワザウリイリベスタスラレジョンレジョンペルノバイトレルクサイベストイシャイニガスイエスティエルティエルティエルベスティガスラレジョンカイラレジョンメムラインペレストメムセンタスケアミエスタセントレルクサペラベスタジョンカイエンラストラートエンラウルボスラストラートエンラウルボティウパラドオカザスカイチウイツビターノイウルバーノイクレイダスケアニアインペレストレサセントレペラベスタジョン。